はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。トゥームレイダースを喋りながらプレイを。違うな。トゥームレイダースを喋りながらプレイ。今回が、だね。5回目になると思います。よろしくお願いします。なかなかちょっと熱が下がらないんだけど。てか、むしろ上がっているんですけど、ちょっと明け方に起きてしまって、やることもないので、やります。はい。ここは何ですか？これさ、もうちょっと近づこうか。よいしょ。コンパス見てもわかんないんだよね。なんか、いつもロードゲームで始めるんだけど、名前がね、トゥームオブクワトロペロス だったかな。なんか、まあ、誰かの墓ってことだよね。トゥームだから。ね、トゥームレイダーは墓荒らしって意味だったんでね。で、まさか、トゥームが、墓じゃなくて荒らしってことじゃないでしょう。多分、トゥームはお墓って意味だと思うんだけど、レバーがあるね。やっていこうか。びっくりした。いきなりダークなクリスタルがある。ああ、怖かった。部屋がさ、ちょっと部屋がまだ暗いんだけど、ちょっとこれ迷う。またこういう部屋かよ。迷うな、これ。ちょっとこのクリスタルはね、ちょっと取っとこう。すぐセーブしないで、目印としてね、温存しておきます。ということで、よいしょ、もし下げられるなら、よし、下げとこう。いやー、それにしてもね、びっくりしたね。じゃ、部屋をね、暗くしてるから、まだ。でね、まだ外も明るくない。あ、明るいか。明るいんだけど、まあ、気にしてない。あれ？あ、全部閉まっちゃうのか。あ、じゃあ真ん中行こうか。待て、やっぱりな。読めてましたよ、今の。完璧でしたね。大丈夫、大丈夫。ちなみにもうレバーは？ないね。よし。なんだろうね。ディスクさえは読み込まないな、このゲーム。なんだろう、R のこと知ってる人は、ね、長くから知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、俺のさ、具合が悪い時の、なんだ、アイディアとか、危険の予知能力って結構面白いもんがありませんか？ね、自分で うぬぼれてるだけかもしれないけど、どうもね、具合が悪い時の方が、なんだろう、なんか危険をさ、すぐ感じる気がするんだよね。まあ、とかなんとか言いながら、この恐竜にはね、全然対応。あれ？あ、開かなくなっちゃった、こっち。マジか。ああ、しょうがねえな。それとも、あれか？もう一回。ちょっといじり倒すと。あ、治るってことがない。あ、もしかしたらちょっと、もったいないことしたかな。まあいいや。で、まだ4分でしょ？まあもうちょっとやれるよね。まあ、霧のいいとこ探して、今回は、ね、早めに終わっていこうかなと思うんだけど。どうしようかな。これ、可動地だからさ、やっぱり、ショットガン欲しいよね。で、コメントの方ありがとうございます。猫舌、そうなんです。猫舌、辛いんですよね。あるさ、鍋が好きでさ、猫舌じゃなくて 猫舌と鍋をね、かけてしまった。
鍋とか好きでね、よくキムチ鍋なんか冬場食べるんだけどさ、暑くて食えねえんだよね。あと最近ね、ラーメンも食べられるようになったんだけどさ、美味しいの。はい。暑くて食えねえんですよ。なかなかね、ちょっと、これただの、あ、やっぱりな。まあちょっと冬場はね、猫舌はきついもんがあるよね。で、ショットガンのテンションがあるワルタン。はい、すいません。あるショットガン大好きなんです。もう本当にね、ショットガンと結婚したいぐらい。あれ？あ、ちょっと、あ、なんだろう、入力時間が長くしなきゃいけないんだね。アクションボタンの。お、またレバーですね。なんだ、なになに？なになに？え？え？なに今の爆発音？落とし穴？え？マジで？ちょっと待って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 。全然わかんなかったんだけど。あ、マジか。え、どうすんのこれ。え、積んだ？積んだ？いける？あ、いけるか。まあ、あるかなり運ゲーを。おう、シャッターが一個開いた。そしていれば。ちょっとおでこが広いな、ララさん。ね、レバー引いたら敵が出る。これ、トゥームレーダーですからね。ちょっと気をつけないといけないんだけど。これでどこが開いたんだろう。よくわかんないから、ちょっとこの壁とか、もしかしたら、ね、押せるかもしんないんで、ちょ、意識して、いじくり回していきましょう。これは何だろう。ここの壁が押せるとこかな。押せないな。なんか気になるな。ここの壁だけなんか。壁っていうかこいつ？まあ、特に何もないか。はい。あとは、そうそう、このショットガンね。なんだろう、武器が少ないらしいですね。で、かなり武器は強めに設定されてるらしいんで、もしかしたらこの弾がね、少な、あれ？俺どっから来た？こうだね。何分？ 8 分。メディパックが少ないっていう話も聞くからちょっと心配なんだけど、ここはね、強気に回復しておこう。死んで覚えるゲーム感、ね、死んで覚えるゲームのちょっと、色味が濃いからさ、まあ、なるべく死にたくないんだよね。俺だって。コウモリとかで使いたくねえな。なるべくさっきの、てか恐竜まだ出てくるのかと、ちょっと焦ったね。あと落とし穴。ねえ、あれちゃんと落とし穴してたんだろうね。全然気づか、え？あ、絶対これ火とか吹くでしょう。吹かないかな。ちょっと怖いから、端っこ通っていこう。大丈夫か。でもな、絶対なんかな、動きそうだよね。いや、動くだけならまだしも、ね、火吐かれるとちょっと終わるからな、このゲーム。あとね、プハーをやれ。はい、面白いね、リクエストいただきました。あ、しまった！強いと言ってもこの程度か。至近距離一発で知らなかったから、まあ、どの程度なのかとちょっと期待したんだけど、まあいいや。弾数はちょっと気にしないで、どんどん武器は使っていった方がいいね。それでも強いからね。なんだっけ、普通の武器より。ちょ、火ダメージがでかいな。これ逐一回復していくよりもクリアが近いなと感じたら、体力が低くてもちょっと頑張ってやっていく方がいいな。
何分？ 10 分。まだいけるね。ではちょっと待てよ。じゃあ、あのレバーって押せなかったのかな？いや。違う。押せた、ん？あ、引くのか。押せたんだけど、多分シークレットなのかな？もうあのレバー引けないもんね、俺。ああ、そっか。大丈夫。ここでさ、白骨の遺体があるってことは、狼に食われたのか、それとも謎が解けずに死んだのか。いや、狼がいるってことだから、狼に食われちゃったのかな。そうすると最近、いやいや、おかしいだろう。狼どんだけ、飯を食わずに生きてるんだよって話になるな。そういうのは言わない方がいいな。ララさんに直々に消されるかもしれない。6発か。やっぱり鳴き声がないと怖くないよね。恐竜はね、足音もね、ドタドタしてて、ちょっと下品な足音はね、ビビらしてくるしね。これ大丈夫かな？大丈夫か？カバ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 ってね、いきなり、恐ろしい音が鳴ったりはしないか。これ、逐一確認してた方がいいかな。押せる壁とか、ね。そう、プハーをやれってね、ってアイテム拾った時にさ言うんだから、潜った時にさ、プハーを今度やってくれよって リクエストがあったんで、今度やろうと思います。その代わり俺息止めますからね。潜水してる時は喋らないで息を止めようと思います。はい、さすがにね、臨場感のあるプハーはちょっと難しいかなと思うので、俺も。ここどこだ？降りていいのかな？降りなきゃダメそうか。その前にレバーあるからね。メディパック一応、今回使った分は回収できるのかな？よし、じゃあレバーね。やっとこう。またか。ちなみに、戻せる。上がる。オッケー。なぜ戻せるかはちょっと。怖いところなんだけど。ここに戻っていくんですね。そうか。このね、石像に気を取られてばっかりで。このレバーにね、気づけなかった。甘いね。このレバーじゃなくて、レバーじゃないやね。石像が動くとかじゃないのかね。まあいいや。あとは、あとなんだろう。あ、このアナログね、スティックとか十字スティックの、十字キーか。十字キーのまあ操作感ですね。すごいわかりやすい説明をされていた方がいたんですけど、どこから来たんだっけ？ここが最初のとこだよね。大丈夫。で、前が開かなかったんだよね、まだ。まだ開いてないね。14分。もうちょっといけるね。で、今からここを開けようとしてるのかな？それとも意味ないのかな？ちょっと、頭痛がしてきた。飯を食って薬を飲みたいところではあるが、やっていくぜ。じゃあ、あと左にしか行くとこないんで、多分、ここで、セーブをしとこう。ね。オーバーライトゲーム、OK。あとね、なんだこれ。迷子のみ心配か。殴り書きだからさ、自分でも読めなくなる。そう。こういうさ、ちょっと迷宮、OK、謎 BGM、進んでるって証拠。こういうね、迷宮見えたところはちょっと、迷子になるのがすごい心配なんだよね。一回積み出すとさ、どこ行っていいか分かんなくなるからね。あ、ちょっと待って。あー、いいね、ちょっと。
スーパースライド式トラップだな。これ落とし穴かな。ちょっと待ってね。こういうのはね、レバーをね、むやみにやたらに動かしちゃダメなんですよ。事前に把握しておく必要があってね。そして俺の読み通りというか、なんか開きそうなね、扉の気がしたんだ。多分こっちはね、行かないんだよね。こう降りて大丈夫なのかな。バカ野郎。あ、一応降りて大丈夫そうだね。ここは何、台座もちゃんとついてるし、申し訳程度の。腰も痛くなってきた。ちょっときついな。どうも熱が出るとね、腰痛になるんですよね。なるほどね。ここがこうなると。はい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 、はいはい、わかりました。でもこのままだとやれることがあったね。ん、ここくぼんでるよね。よいしょ。OKOKOK。 ちょっとレバーを動かさなくてもできることがあるんだったら、それを先にやっといた方がいいのがこのトゥームレイダーね。レバーがあったら引く、それじゃダメなんですよ。なかなかね、ちょっと難しい。これ敵の配置の仕方がちょっとまだ把握できないな。可動地だったらね、必ずちょっと置いてくる感じなんだけど、まだってことかな。んでもさ、この動き方って多分降りる場所同じだよね。あれ、ちょっと待ってね。あ、迷ってきたな。ちょっと迷ってきたっていうか、ね、二択を迫られるのがね、あれすごい嫌いなんだよね。まあ二択ならまだ可愛いけどさ、三択とかだったらちょっと勘弁してほしいんだよね。これ来たとこじゃないよね。うん、大丈夫だよね。ということは、どっち行こうかな。よいしょ。あ、行けなくなっちゃったし。ねえ、もう一個ちょっと行けそうなところあったんだけど、しょうがない。行けないならしょうがない。この精神で、ね、今後もやっていくので、よろしくお願いします。あ、加湿器の電源が切れた。あとは、区切りどころ、そうだね。うん。こういう形のゲームなんで、かなり心配になるんだよね。お、ずるずるずるっと。うん、多分これで正しいのかな。まあ、どっちが動いたかちょっとよくわかんないんだけど。はい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 。ちょっと、無駄にダメージ受かってしまった。そしたらね、じゃあ満を持して、ここのレバーちょっと動かしてみようか。ちょっと心配な面もあるんだけどね。まだ早いんじゃないかって。そうだね。これで良さそうな感じもするけど、あ、そうだ。これも確認しておきたい。この針、歩いてれば大丈夫なのか。うん、そうね。歩いてれば大丈夫。OK。確認できました。ありがとうございます。じゃあもう一回一周すればいいのかな？ああ、なんてこった。何をやっているんだ。こう、ちょっと安心するとさ、すぐ油断が生まれてさ、ね、針があったらどうすんだって話だよね。
じゃあそろそろあれだな、もう今回はちょっと無理しないで、休みたいところなんで、ブロックが、あれ？これでいいのかな？おい、ちょっと間違ったかな？レバーの順番間違った感じかな？ちょっと待ってね。大丈夫かな、これ。なんかちょっとやっちまった感があるか。てか俺の行きたいところに行ってくんないんだけど、向こうに行きたいんだけどな。これ登れないかな。ちょっと頑張って。あ、ちょっと待って。あれ？あ、やばいか、ちょっと。こう、つかめないもんな。あ、やっちまったか、ちょっと。いや、俺まだ諦めないぜ。諦めんのはまだ早いと思う。もうちょっとね、小賢しい手を使って、ちょっと、俺はクリアをしていきたい。どんな手を使ってでもね、いくら汚い手を使ってでもやっていきたい。落ち着け。何かしら方法があるとは思えない。やべえ、これ積んだ系じゃねえの。あ、待ち、か、違う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 。これ登れんじゃねえの？あ、登れない。あ、やばい、終わった感が。終わった週がパない。いや。もう喋ることっつうか、コメントをね、いただいたコメントももうそろそろなくなってきたところだから。やっべえな、これ。労働必死か？これ飛べっかな、それとも。落ち着くんだ。まだできないと決まったわけじゃない。壁に対して45度では無理だから。20度ぐらいで、どうだ、よし、いいぞ。もう一歩。あ、これはダメかな。そう、こう、もうちょっと、あとちょっと。よし、飛ぶ。よし。なんか多分正規のやり方とは違う気がする。いや、どうなんだろう、実際問題合ってんのかな。もういいや、この際どうでもいい。俺の勝ちは勝ちなんだ。で、ここ気をつけて進んでいこう。ちょっとまだこのゲームの真髄を分かってない。大丈夫か？え、何？また平面か。平面上のオブジェクトか。どうなってんの？これだって、これ。ね、え？寝てる？寝っ転がってるってことなのかな？ 無茶したもんだぜ。嫌な声がしたね。ギャースって音がしたね。どうしよう。ダメージを被ってもいいとは俺は思わないから、ちょっとのダメージは気にしないというか、ダメージを受けなかったし、まあ、恐竜が来ることが必死なんで、HP は、まあ、逐一回復していけばいいかな。その場でね、キャンセルできるんで、キャンセルっていうか、ホームボタン。
押せば、あ、ここの扉も開いてるじゃないですか。あ、気をつけろ。大丈夫か？大丈夫じゃない。お、強え。え、狼の方が強いってこと？耐久力。え、どういうこと？狼は一発でやれなかった？それとも、あれかな？一、当たらなかったのかな？まあ、どちらにしろちょっとショットガン強いということでね、改めてちょっと認識を改めてやろう。ここは？あ、はい。あれ？あれ、ちょっと俺知ってる場所にまた来ちゃったな。なんかちょっと行き方の順番が間違った気がするけど、まあ、気にしなくていいよね。26分。ちょっとそろそろクリスタル欲しいね。俺の体力がちょっともう限界に差し掛かってきている。ダメージは受けなかったんで、まあいいでしょう。道の順からしてこっちだね。ちゃんとね、こうやって規則正しく進まないと迷っちゃうからね。で、死体が残ってるのはまだいいね。目印になるね。まあ一応確認で行くけど、ダメだね。OKOK。多分、もうまた出ると思うんだよ、クリスタル。そろそろ出ないと、ちょっと辛い。待って。このさ、俺のさ、あ、何？あ、クリスタルあった。このさ、俺のさ、待てのタイミングと落とし穴のタイミングがさ、たまに一緒になってさ、落ちることがよくあるよね。クリスタルにかまけていると敵が寄ってきて死ぬなんてことはなさそうだ。オッケー、今回はタイミングいいですね。ここからまたあと半分ぐらいかな。ここから先ちょっとまた一悶着あって、正面の門を開けて終わりって感じかな。意外とね、まだまだあるぜみたいな、ステージ構成じゃないところがトゥームレーダースなのかなっていう感じはします。せっかくなんで行ってみようか。いや、R の中で出落ちっていうのがありましてね、次回パート6の時にね、速攻で死ぬっていうのも面白いかと思うんで残しておきましょう。じゃあ今回これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。